神岡です。今日はですね、9月17日木曜日のですね、相場の予測とですね、注目銘柄、注目株をですね、皆さんにご紹介していきたいなと思っております。あと、好決算、好材料もですね、同時にご紹介したいなと思います。で、この番組はですね、個人投資家が独学で勝つ、もうそれだけのですね、フォーカスをしてお届けする番組になっております。情熱を持ってお届けしております。で、4000銘柄のですね、決算情報と大口の動向をですね、リアルタイムで同時モニタリングして、チャートパターンと調合して明日役立つ情報だけを厳選してどこよりも早くお届けしております。とてもですね投資に、ね、役立つ内容だと思いますのでぜひ最後までを見ていただけたらと思います。ただ投資はですね自己判断自己責任になりますのでその点だけはですねぜひご了承ください。それではですね、早速今日の相場の振り返りですね簡単にいきたいと思うんですが、今ですね、相場20円高になってますね。で20円高で終わったんですが、まあ、非常に高い強いかなとは思います。ただ、明日以降どうなのかなってちょっと警戒はしてはいたんですけども、今先物ですね、この19時半現在で見ますと110円高になってダウがですね取引されています。先物はですね、これからのですね相場を占う一つのまあキーワードになるんですけども、今日下がんないんだなという形でやっぱ強いなという形になります。ただね終わり値がどうなるかわからないので、まあ引き続きですねモニタリングをしっかりしていきたいなと思うんですが、今現在先物が上がっているのでこのままですね強くダウが推移するようなことがありましたら、明日の日経平均もですねもしかしたら強含みで始まるかもしれないですね。ただ ダウとですね今日経はですね連動していないので、まあ、そういった意味ではもしかしたら、連動せずに明日始まる可能性もあります。でそれではですね、今日の注目銘柄、注目株をですね、ご紹介していきたいなと思っております。でまずはですねこちらのニュースからご紹介したいなと思います。 JR 東日本ですね、9020の JR 東日本がですね、連結赤字になったと、4180億円の赤字ということなので、まあ、非常にですね、大きな赤字を出したかなと思います。でやはりねしょうがないですよね。コロナによってですねまずは乗客がいないということが一つあります。で乗客だけではなくてですね広告費ですよね、釣り革広告とかまあ、モニターを使ったですね液晶広告というものが、全面的におそらく減ったと思います。でさらにですね、駅中広告、いわゆる駅の中にあるですねポスターとか、まあ、そういった誘導の広告なども全てですねまあ、減っていったんだと思いますね。それから店舗が出てますよね。店舗もですね東京駅など行ってもらうと分かる通りほとんどシャッターで、まあ、店舗運営してなかったですよね。もしは撤退する店舗もいくつか見られるという中ではですね売上が下がらざるを得なかったと思います。でそうした中ではですね配当も下げてきているということが、まあ、非常にインパクトがあるんではないかなと。でまあ注目銘柄のですねこの番組では珍しくですね紹介する今回はですね非常にインパクトが大きいので今後のまあ相場を左右するかもしれないということでまずこの話からですねさせていただいております。でこちらは単身の決算内容になりますが、やっぱりチャートもですねそれを含んでですね非常に下げてきております。まあ、若干今景気の回復期待からですね、日経全体が上がっているので、まあ、JR 東日本も少し上げてきてますが、まあ、この発表がですね今日あったばかりなので、まあ、明日以降下げてくる可能性もあるんではないかなとは考えております。ただまあ低い位置になるので今後のですね、コロナ対策であったりとか、まあ、GoTo イート GoTo キャンペーンを含めたですね施策によって、もし景気回復とかですね相場感が見直されてくるようなことがあれば、まあ、下値にあるのですね投資冥利をですね先回りして行うという意味では、まあ、悪くはないかもしれないですね。もちろん株式投資は自己責任になりますので、まあ、最終的にはホームページなど見ていただいてご自身ですね決算とか、今の状況などを把握していただければなとは思ってはおります。で同じような形でですね JR 西日本ですね、こちらも赤字転落ということで9021 JR 東日本で西日本ですね西日本になります。2400億円の赤字ということです。まあ、状況はですね東日本西日本、等しく変わらないということだと思います。で株価もですね大きく下げてますよね。まあ、リバウンドを5000円のところで今行われてちょっと若干上がってはいますが、まあ、この発表がですね、今日ありましたので明日以降下がってくる可能性はあります。あと押し目買いをするのか、まあ、しばらくずるずる下がるのかというところはですね、まあ、投資家の判断によって変わってくると思います。このあたりがですね審美眼投資スキルにが反映されてくる部分かなと思いますので、まあ、一応ね、まあ、注目銘柄ということなので、まあ、いい銘柄ばかり、まあ、いい決算のものばかりではなくて今後の相場を左右する情報としてご紹介させていただいております。でやはり
この2銘柄が下がるということは、今後ですね、JR 東海ですね、で JR 九州というあたりもですね、当然悪い決算を出してくると思います。で、やはりですね、そのあたりも先回りして考えるとですね、そのですね、銘柄に対する投資姿勢というものが、まあ、今後変わってくるというところで、まあ、一応ご紹介させていただいております。どちらもですね、非常に低い位置に売り叩かれております。まあ、若干 JR 東海はですね、まあ、新幹線という、まあ、大きなドル箱があるので、戻しは大きいですけども、まあ、新幹線といえどもですね、やはりその乗客率ですよね、非常に下がっていると思いますので、まあ、今後はですね、下げてくる可能性も、まあ、あるんではないかなとは思いますので、まあ、警戒が必要かなとは思っております。はい。で、続いての銘柄ですね。こちらから、まあ、注目株の、高決算の注目株をご紹介していきたいと思うんですけども、イノベーション、3970のイノベーションからご紹介したいなと思います。で、こちらがですね、1.9 億円の予想をですね、2.7 億円ということで、42.1% 情報修正してきております。まあ、非常に、高決算だと思いますね。で、こちらが端子になりますが、イノベーションで会社はですね、電化製品の IT トレンドとか、ビズトレンドっていうですね、比較って言いますか、口コミ比較 EC サイトみたいなものをですね、展開しております。私も何度か使ったことがあるんですけども、こういったコミュニティ媒体ですよね、を展開するコンテンツをですね、ウェブ上でですね、展開する会社になります。それ以外にももちろんいろんな展開をしてるんですけども、まあ売上がですね、やっぱ EC サイトというところで、今軒並み EC サイト系ですよね、あと小売系は上がってきておりますので、このイノベーションでも上がるのかっていうのが、まあ、率直な、まあ、感想ですよね。で、チャートの方がこちらになりますけども、大きく上がった後ですね、非常に売り叩かれてます。これは決算前のチャートなので、もしかしたらですね、明日以降動機づいてくるかもしれないということで、まあ、前の方でご紹介させていただいております。もちろん上がるか下がるかは、まあ、相場の神様しか分からないことではあるんですけども、まあ、この銘柄ですね、まあ、ご紹介させていただいております。続いてがですね、ウィンテストになります。これは半導体のですね、検査の会社になります、6721ウィンテストですね。で、こちらがですね、当初6億円近くの赤字だったものがですね、7億5600万円の黒字に浮上する見込みということでですね、17期ぶりの過去最高益を更新する見通しだということで、まあ、赤字予想だったものが、7億円近くの黒字に転換される、要するに逆転するということなので、おそらくアニュアルレポートといってですね、企業側が発表する資料はですね、 V 字回復みたいなことで、おそらくですね、記されるんだと思いますけども、まあ、ここまでですね、読みが外れるということはなかなかないので、まあ、V 字回復も狙っていたって可能性もありますよね。やっぱりですね、企業としては、まあ、毎年累積で、少しずつ黒字が上がるというよりは大きく回復しましたっていうのがやっぱりインパクトが高いので、まあ、そういった場合はですね、IR 部と、まあ、経営陣と経営企画がですね、まあ、一緒になってですね、まあ、ちょっと低く、ちょっとここは4度をこうみたいな、まあ、もちろん合法的にですよ。嘘ではなくて、まあ、予測ですので、来期予測はちょっと、まあ、いろいろ、まあ、もちろん、ね、世界経済もこういう形なので、まあ、先行き不透明なんで、低く読んでおこうっていう形で、営業を頑張ってですね、自助努力で。で、売上をバーンって上げてですね、V 字回復みたいなことをよくやるんですね。で、これはですね、社長が交代したとか、まあ、会社として、スケールを大きくしたいとか、なんか良くない情報がある前にやるとかですね、まあ、いくつかね、条件が重なった時に、やるんですけども、まあ、そういった意味ではですね、なぜこういったことをやったのかって、一つはね、忘れ去られる前にやったんじゃないかなっていうところが読み取れます。なぜかというとですね、こちらがそのウィンテストのチャートなんですけども、ものすごくもう見えないみたいな、僕は最近45歳になってですね、細かい字がすごく見えにくいんですけども、ちょっと見えないですよね、ここまで小さくなってしまうとっていうぐらい、チャート的には売り叩かれ感が半端ないですよね。これをですね、おそらく上げたいだと思います。合法的にですよ。もちろん IR は企業が持つ一つの武器なので、コミュニケーションのですね、投資家とかですね、海外の機関に対するですね、まあ上げたいんじゃないかなというのが率直の意見ですね。まあここまでですね、低く売り叩かれるとですね、やっぱここから浮上させていくっていうのはですね、力が必要なんですね。パワーが必要というところでは、まあ戦略的にやられてるんであればですね、それをに、まあ乗っかるっていうのも一つの手ではありますし、まあ逆を言えばですね、大きく
く出たのであれば、今後ですね、また戻ってしまう可能性もあるので、そのそこがね、投資家としての審美眼が今後問われるところではないかなとは思っております。で、続いての銘柄がコーセルになります。6905のコーセルですね。で、こちらもですね、売上 5.7 倍の11億円に急拡大するということで、まあ、急拡大って言葉があるってことはですね、まあ、それなりに市場に対するインパクトが大きいんではないかなということでご紹介させていただいております。で、こちらが単身になります。で、コーセルはですね、私ももちろん、もう20年間相場張ってるので、名前は何度か耳にはしてるんですけども、事業としてはよくわからないんですよね。で、ホームページもアネラレポートも確認はしたんですけども、ちょっとですね、しっかりとこの事業体に対するですね、細かい説明がしにくいです。まあ、はじめはですね、これ電力の分散化、要は予備電力などを提供する会社なのかなと思ったんですね。これ国が挙げてやってますので、今後の震災とかをね、水害に対して企業を守るために予備電力をね、一つ、まあ、インフラとしてしっかり整えましょうというのは国が挙げてるテーマなんですけども、そうではなさそうなんですよね。より小さいデバイス系の電力を提供する会社になります。まあ、電力装置に近いんですかね。ちょっともし詳しい方がいたらですね、まあ、コメントなどで教えて、逆に教えていただいたら私も非常に嬉しいかな、助かるかなとは思います。で、チャートがですね、これを見ていただく通りですね、まあ、今この中では、この5年周期ぐらいの中では、まあ、低い位置にありますので、まあ、若干動機づいてきてはいますので、まあ、今後の決算発表をですね、踏まえてですね、まあ、一つ審美眼にかなえばですね、投資冥利、まあ、があるんではないかなということでご紹介させていただいております。まあ、前回高値がですね、1800円あたりにありますので、まあ、800円程度のですね、ホワイトスペースがあるっていうところではですね、まあ、ベテラン以外のですね、初中級者の人にとっては、まあ、やりやすい、銘柄なんではないかなと思います。もちろん投資は自己責任でお願いいたします。で、次はですね、アスクルになります。アスクルはですね、4% の増益、情報修正で報告をしてきております。2678アスクルですね。で、2.1 倍の、急拡大ということになっておりますので、まあね、明日以降注目を集める可能性があります。ちなみに私こういった単身決算情報というのは全部 RSS っていうですね、情報が自動的に送られてくる誰でも使える、まあフリーのサービスがあるんですけども、まあそちらを使っております。なのでまあ、来た情報をそのまま、キャプチャーを取って、まあこういった形でご紹介するような形になります。で、ホームページはこちらです。まあ誰でも知ってますよね、アスクルっていう。まあ、いわゆるね、オフィスの、まあそういった、まあトイレットペーパーであったりとかペンとかですね、ノートとか、まあ、電球などをですね、その日のうちに注文したら、アスクルっていうですね、なのでアスクルっていう名前なんですけども、当然うちの会社も、私会社を経営してるんですけども、2社ほどですね、使っております。やっぱりですね、EC ビジネスっていうのは一つありますけども、私会社経営してるのでわかるんですけども、この除菌コードとか、除菌剤とかですね、まあこ、マスクとか、こういったものがね、ものすごく多分発注が増えたんだと思いますね。うちもですね、やっぱり女性社員もいるので、除菌系のですね、まあ、グッズを買おうと思って探したんですけども、アスクル結構もう在庫切れになってたので、まあこれは売り上げが上がるだろうなとは思いました。で、売上を急拡大してきたってことになりますので、まあ今後もしばらくは、まあ、予兆っていうんですかね、予兆から、本格的な売上拡大につながっていく可能性はあるかもしれないですね。もちろんこれは神のみぞ知るところなんですけども、でチャートはですね、若干動機づいて順張りっていうですね、逆張りと順張りってやり方があるんですけども、上がっていくところをさらに追っていくっていうやり方になります。だからさらに上がるというね、ある程度の心理的なですね、考えが戦略的にあるんであれば、ここを追っていくっていうところが、戦略としては投資判断になります。注意の順張りになりますね。ミドルから入る順張りになりますので、ある程度ロスカットルールは必要かなとは思います。はい。で、続いてがですね、三井不動産ロジスティックスパーク投資法人ですね。3471、三井不動産ロジスティックパーク投資法人ですね。で、こちらですね、売上は伸びてはいるんですけども、期間大口の動向が、まあ、若干見られるというところで、こちらになりますけども、野村証券が、7月20日現在ですね、その日付も前後でですね、買い進めたっていう情報が入ってきてます。入ってきてますっていうか、まあ、自分で調べたんですけども。で、なので、まあ、大口証券、特に、日本を代表する野村証券が目をつけてるということで、ある程度ですね、まあ、上がっていく可能性もあるかなと思いますが、まあ、7月20日現在の情報なので、やっぱりね、ちょっと売り越して、もう売ってしまっている可能性があります。なので、まあ、このあたりはですね、皆さんの、まあ、投資判断の中で、まあ、判断していただければなと思います。で、チャートもですね、見ていただくと、一旦グッと上げた後にですね、下げてきてますので、まあ、このあたりでもしかしたら、売ってしまって、
ったもかもしれないですけども、まあ何とも言えないところではありますね。ただまあ大口の機関 の野村証券がまあ目をつけたまあ銘柄ということになりますので、まあそれなりにですね、まあ先行きに対するあのまあもうまあ明るいんではないかなと。で、まあ決算内容もいいということで、まあご紹介させていただいております。で、続いての銘柄がこちらですね、ベルーナ9997のベルーナになります。で、こちらもですね、11.8% 増ということで、4ヶ月連続で売上が上回っているということです。もう巣ごもり需要をですね、まあそのままズバリ今の旬の株になります。で、衣料品、家具、雑貨などが前年を上回っているということで、あとはですね、グルメ、ワインを、なども売れているということになりますね。まあこのままいけばですね、ますます株価を上げてくる可能性があるのかなとは思います。で、今チャートの方はですね、注意の順張りから、まあ、上位の順張りですね、に入ってきてる段階になりますので、ただ今の相場強いですよね。皆さんも、まあ、この番組をね、見ている皆さんもですね、ここから入ったら、まあ、ちょっと、リスク高いかなっていうところからガッて上げてるっていう銘柄が、まあ、非常に多いですよね。これはね、銘柄が強いっていうのはもちろんありますけども、まあ、決算内容はいいものばかりを速報でお届けしている。相場全体がやっぱ強いってことなんですね。ある程度、まあ、加熱をしている。まあ、プチバブル化しているので、やっぱりいい銘柄は注目を浴びるので、決算がですね、さらに個人投資家が集まって、まあ、注意の順張りから上位の順張りに向けて、さらに上げていくってことが、あらゆる銘柄で、まあ、順次起こっているってことになります。もちろん下がっている銘柄もありますけども、まあ、そういった意味ではですね、この銘柄に対する、まあ、リスクオンを、まあ、審美眼として叶うっていう投資家の方がいらっしゃいましたら、まあ、自己責任でですね、一つ、まあ、実際にね、もちろんホームページとか、アニュアルレポートはご自身の目で見ていただきたいんですけども、まあ、判断材料になるんではないかなということで、ご紹介を速報でですね、させていただいております。で、続きの銘柄がですね、ソフトマックス3671になります。で、こちらですね、ウェブ型の電子カルテを主軸にした医療情報システムを手掛ける会社になります。で、新型コロナウイルスになってですね、やはりこの電子カルテですよね、お客様、まあ患者さんですよね、と対面で会話することもできないという場合は、やっぱり今、ズームとかですね、まあ遠隔でですね、やる必要があります。あと患者さんに触れないとか、やっぱり今、医療現場がですね、非常に速いスピードで改革が始まっています。そうした中で、このソフトマックスですね、3671ソフトマックスのビジネスモデルっていうのが、注目を集め始めているっていうところがあるんだと思いますね。なので、売上も含めてですね、非常に注目が集まっている。チャート的に反発が始まっているということになりますね。チャート的に反発が始まっております。こちらはホームページになりますが、まあ、興味が私もありましたので、アニュアルレポートをちょっと調べてみたんですけども、やっぱりね、一つ国策として必要な、まあ、企業体なのかなとは思いました。やっぱり医療費がですね、今後高齢化社会になるにつれて、やっぱりどんどん高くなってきますよね。で、やっぱり介護費もそうですけども、あとね、少子高齢化に向けた、今後はですね、不妊治療の、まあ、を補助するみたいなことも国が、率先してやるってことを言ってますので、その医療費をですね、莫大な医療費を支えるというのは私たち、国民になります。特に今働いている20歳からですね、65までの現役世代になりますので、ここに重くですね、負担がのしかかってきてしまうわけですよね。で、そこに対して、なるべくですね、その医療費とか、まあ、生産性ですよね、の現場と、あとリスクなどを軽減させるために、医療現場情報システムの AI 開発とかですね、ヘルスケアシステムの構築、あとはですね、国民の健康づくりに向けたですね、プラットフォーム開発っていうのを進めている会社になります。で、ビッグデータをね、医療関連で、今収集しているところはですね、やっぱビッグデータっていうのはやっぱ今後非常に大きな企業財産になるんですよね。アメリカのですね、今個人投資家がものすごく増えて、プチバブルにアメリカもなったのはですね、皆さんもご存知のように、ロビンフッドっていうですね、ビッグデータを活用した投資ツールを無償で提供したからなんですよね。ロビンフッドはですね、その集めたビッグデータをヘッジファンドに売ってるっていうのが、まあ裏情報としてあります。それを、アメリカのですね、FRB、まあ連邦局ですかね、まあそういった取り締まるところが、ちょっとそれはやりすぎなんじゃないかっていうところで調査に入ったので、まあ暴落したっていう話もあるぐらいなんですよね。ただビッグデータっていうのは、そういった意味ではですね、今後ますます、特にこう、特化された、クローズ化された、特化された、集中されたビッグデータであればあるほど企業体としての価値を上げやすい、バリューを上げやすいところがあります。なんで医療分野のビッグデータを集めて、この会社はコンサルティングできるところまで行ければですね、もしかしたら非常に大きな力を持ってくる可能性があるんではないかなということでご紹介させていただいております。
います。でこちらがですね、チャートになりますが、まあ非常にですねこういったまあ事業体ではあるので、まああの大きく上げ飛躍しやすい位置にあるんではないかなと思いますので、まあこの事業モデルとかですね、事業の今後のパートナー作りももちろん、そのどことジョイントベンチャーしていくか、どこの大手製薬とどこの国策のあのをインまあインこう引っ張ってくれる会社と手を組むかみたいなところももちろん大事になるんですけども、まあそういったところでですね魅力を感じましたら、一つですねあのいいんではないかということで、まああの皆さんのお審美眼にかなうんであればということでご紹介させていただきました。今日はこういった形でですね、たくさんの銘柄をご紹介させていただきましたので、まあ明日の相場がどうなるかというところもありますが、まあ皆さんのですね参考になれば幸いになります。それでは今日は以上です。高速でゴー。